しょ。やっほやっほ元気？実家ちゃうよ。何かの音。さっき着いた。お帰り。黒髪になりました。ね、ちゃんと動いたの久々やろ俺。こうやって動画で。ありがとう。改めまして昨日熊本城ホールまんまありがとうございました。ありがとうございました本当にね。熊本も来てくれてで99万人フォローありがとうございます。あと1万人で100万人パンパンの会場でした。本当に皆さんたくさん後ろまでぎっしりでもう幸せでした。奥中の子来てくれてありがとう。楽しかった？最後やった。初ライブありがとう。いらっしゃい。そう昨日ね熊本城ホールでワンマンライブしてすごいと思う。俺が思ってる以上の数の人が本当に来てくださって最高でした。マジで昨日やばかったね。登場すごくなかった。うん昨日も全然余裕で1000人超えました。1階席であそこは1730とか入るんけん、そうまあ画像を見ていただければ大体のその人数は、そうオープニングはねこうやって上下からこうやって出てきました。高谷くんがふわっち、そういっぱい初めてです。1000人以上の方をこうやってライブにねこう僕を見に来てくださったのは初だったので、そして冬のワンマンと冬、これまだちょっとはっきりは言えないんですが実は2会場でワンマンを予定しております。それ冬また詳しい詳細出ると思うんですが冬に、ワンマンを2会場でやるっていうのを決めてて、ごめんね今日ちょっとホテルであんま声量出せないけどそうで、あれと僕主演の、短編とかではなくその映画を制作が決定しました。僕今回主演の映画を撮っていただくことが決まってまして、もちろんその全国で公開される映画が決定しまして全国で見れるようになりますし、でもう僕これが一番こう分かるかな、俺多分昔配信ちょっと前に配信でこれを言うか言わないかは当日に決めるという感じで俺は決めてたんですが、ゼップツアーやります
来年の1月からゼップツアーをやります。皆さん全国です、全国。北は北海道から北海道、関東もやりますし、全6かな、6、そう6都市ですかね。ああ、ありがとう。これ何これ、ワンピースみたい。映画も本当にもうおそらく名だたる出演者の方々も出てくださる大きな今後のプロジェクトとなってますけれども、うん、福岡もゼップ行くよ。で、最後のゼップツアーのファイナルを僕のメジャーデビュー2周年に持ってきましたのではい、やっとファンクラブ、おおめでとう、入ってくれるんや。そう、ファイナル大阪です、今回は。そうなんや、ありがたいね。やっぱこうやって徐々に大きくなっていく姿っていうのをね、見せれるのはマジで楽しかったな。ちょっと熊本城ホールマジで楽しかった。ありがとう、いらっしゃい、どうぞ。そう、これがありがとう。俺またね、ちょっとゆっくり話したいなとも思ってたんですけど、まあ、一個言うと、熊本城ホールがこうやっぱこう楽しみだったっすよ、本番もちろんね。でもやっぱこうその日迎えるまでがだご不安だったけ、うん、なんかチャレンジチャレンジで、そのね、でも今回もまた絶対2階席もがっつり全部ねソールドっていうのは目指して行くのはもちろんだけど、まあ俺ほんとこう幸せで、昨日のライブはなんか出る時に俺悔しいって気持ち勝ったらどうするんやろうとか思ったスタイル結構割と、そうで出るまで分からんしお客さんが来とうかとか、そうだけど俺はもうそのアンコール前とかにその発表をちょっと変えてとかいうことまで考えてるぐらい、なんかこうねプレッシャーに感じてる部分とかめっちゃあったんやけど、まあね、スターティングオーバーの一番は、ね、裏で、でそっからこう俺が出てきて見た時の景色がもうね忘れられん。あんなに大勢の、何これ、すぐ、なんじゃこりゃ、ありがとう、すごい TikTok の来とったな、ありがとうな。そうで、それで見た時にもうマジで一番後ろまで人って、なんか親が一番後ろで見れてたのが一番嬉しかった俺は。なんかどうしよう、全部一階席後ろまでおらんくて真ん中とかで見たらどうしようとか、めっちゃ俺それでマジ寝れんくて前日。そう、でももう俺が迎えた景色はもう最高でしかなかったですね。もうマジで、もうマジやばかったね。ガチでやばかっただけん、ゼップやるまあまたこっからもね、たくさんゼップのなんかアナウンスとか今後またする、バーンあれと、だからことになると思うんやけどめげずに、はい、チャレンジしていくので、はい、ありがとう、任してください。もう俺についてきてくれればもう俺がちゃんと見せるので、あなたもありがとう。そしてね、そっか、動画でまだちゃんと言えてなかったんで、今回熊本の、プロバスケットボールチーム熊本ボルターズさんの、オフィシャルソウルメイト
にね、ボルターズのこうボルターズソウルメイトに就任させていただきまして、オフィシャルサポーターというか、わかりやすく言うと、なので僕もね9年間バスケやっとって、まあ、今後ね、まだこう詳しくは日程とかも分からんけども、いつかね開幕したら、今回の今シーズンソウルメイトに就任させてもらって、ちょっと誕生日配信なんでちょっと一人でやります。いわゆるね、もう僕がなんかこうなんていうの、なんていうかな、ね、知らまだボルターズを知らない人に向けてこういろんな発信をしてって、ボルターズ知ってもらって応援してくれる人が増えれば嬉しいし、もう目指せもう B1 ということで。ダゴアチ、俺サウナ行ってきたさっき、めっちゃ汗かいてるけど、それだけね、それを掲げて、で僕もバスケ大好きなんで、もともとねバスケに携わる仕事をしたいなって、俺こういう音楽やる前の夢はそうだったけん、叶いました、どっちも。熊本なのよ今。そうね、始投式とかもいずれできたら嬉しいし、パフォーマンスもね、あれとなんかできれば会場でまた皆さんに会える機会もおそらくあると思うので、あ、ごめん、うわこれちあると思うので、ぜひ会場にお越しください。皆さん盛り上げましょう。ハダルト、みんなになめて、ありがとう、バスケマジで嬉しい、ライブ初見ありがとう。あと1万人でフォロワーが、皆さん1万人なの、100万人になるので、ありがとう、フォローよろしくお願いします。なんか鏡、ありがとう。もうすぐ誕生日です、は宇宙人だ、ありがとう。今日はね一日朝起きてドライブして、ありがとうね。ボルターズ頑張るんだし、任せてください、任せてください。そのなんかなんやろね、ただこうね、お力添えを俺がもらうだけではなく、こうなんやろ、やるからには俺も大好きなバスケだけんやりたいし、これねこういうじゃあお仕事もらってね、いろんなスポーツありますけども、もちろんね俺がお力添えできるとこはしていきたいんやけど、まあ9年間ねやったバスケ、もう青春注いできたんで、もう僕にできることやらせてもらいますよ。今日ね起きて、で友達とおさな2人とひかりと4人で、最初ポップアップ、ポップアップ来てくれてありがとうね、みんな、俺の友達の店ありがとう、みんな来てくれて、ぜひカフェあるんでみんな行ってみてください。でそっからそいつ一回なんか行くっつったけん店行って、あ、じゃましたどうも、昨日誕生日おめでとう。で今日西郷市のジョイフル行って、普通にバレちゃった、このまま行ったけん。そう、西郷市のジョイフル行って、そっから鍋ヶ滝、ミルクロードって鍋ヶ滝に行こうって思ったんやけど、こう、まあ、俺時間分からんな、これこれ見れば分かるか。鍋ヶ滝行こうとしたらなんか寄り道すぎて、俺ら鍋ヶ滝閉まっとって、だけどマジ普通にドライブだけしちゃって、あと10分や。鍋ヶ滝行ったけど見れんくて、で友達、結婚してる友達おるけん、でそいつんちでバーベキューして、バーベキューして、そのね子供と一緒にスマブラ
3歳と5歳の男の子がおって、で同級生同士が、俺の幼なじみ同士が結婚しとるけん、そうで男がバスケ部でずっと仲良くて、そうだけど、それで家建てらしたけん、家でバーベキューして、子供とスマブラしてボコボコにして本当にしてって言われたけん分かったっつって、そうでアガンナッセって俺の地元行って、まあ友達の家のね結構違ったっけで、サウナ入って今だご充実しとる今日、ナバ一般人今日この時間はね、ね杉本拓也やってますけどそうね、だけどなんか今日コンビニとかでなんか普通にこうジュースとか買いやるときなんか、ああ俺今日マジ俺昨日熊本城ホールやったとよねとか思いながらねえ、サガンナス行ったねえ、てか熊本かわいかったやろ昨日、まさか出てくると思わんかったろ、くまモンが俺のライブに出てきてくれたとよ、ありがとう。そうくまモン出てきたとめちゃくちゃ可愛いやろ、なかなかね、ああやってステージ出てくださることはなかなかないので、クマモン振り完璧やったやろ、パッありがとう、いやー嬉しかったね、なんかうちの親は泣いてましたよハンサマシンだとね、クマもね、そうで、なんかね親戚とかも何人か楽屋来てくれて、それでなんか俺が来てリハ前とかにもなんかね諦めんでよかったねみたいな感じで泣いてくださいました、本当にしかったよ。あと6分。いやーでね、よかったね、なんかジョーホールやってね、こうなんかステージに立つアーティストとしての杉本拓也で出てね、7月7日はなんか一人間の杉本拓也として地元で遊んでドライブして飯食って温泉入って、なんかマジこの20代に一遍の食いなしすぎてどげんしょ、まあそのなんやろ、俺親戚マジでいっぱい来てくれたっす、そうで、それも本当親戚が集まるのはさ、もうやっぱ冠婚葬祭やな正味ね、だけそれでもう久々に会った親戚とかもやっぱりそういう集まりの時だったけ、なんかこう悲しい集まりじゃなくて何かのこの結婚以外でたいこうね、結婚とかこうねお葬式とかあるけど、そのねじゃなくてみたいな、来てくれるのめっちゃ嬉しかったね。そうね、熊本、そう今回のワンマンはね熊本の人が4割弱とかで、6割県外から来てくださっとったけん、いやでもそれでも熊本から来とった人だけでもいつものワンマンぐらい来てくれとるって感じだけんね、マジですげえよね、マジでありがたい。演出もちろん俺が考えました。
まあもちろんそのセットとかいろんなの考えてくれとったけど、うん、俺はでもこの熊本城ホールっていう場所を考えた時からスターティングオーバーっていう名前はあのなかったけど、もうスターティングオーバーみたいな楽曲を作って、1番はバラード、2番からこうみんなで声出す曲っていうのを作って、そこでから出るっていうのは俺も熊本城ホールっていうのを考えた時から俺もずっと頭なかったっすね。そう、もうマジで具現化した、全てを、全てをもう俺が想像してきた形を全て形にしできた。でそのためにツアーで全国回って4月ぐらいから全国回って、でその曲のタイトルで、回って、チェロとバイオリン、ストリングスは絶対入れるっていうのはもう、そう、すべて考えてた。でここで先のゼップを発表するっていうとこまでもう全部考えてた。だけどよかった、本当に。ね、チックもすごかったやろ。そうだけどもやっぱ楽器隊もみんなマジで楽しかったって言ってくれたけん嬉しかった。普通に演じて楽しいって言ってくれるのはね、やっぱね。あと3分、ちょっと時計にしとこう、時計、うん、これで見とこう、こうやって見とこう。いやー、ありがとうった。また皆さんね、夏の、ワンマンもまた冬ありますけども、ゼップツアーに向けてなってきますので、まあもうゼップの先って次なんだって、その先ってなんだっていう景色をね見せましょうや。20代最後です。え、黒髪良くない？なんか久々の、どうどう。でも俺めっちゃやっぱ俺っておもろいなと思ったのが、そんな緊張してもう朝起きたらワクワクだったわけよ。もうね、何があってもその日は絶対楽しむって決めてたけんね。あの俺が朝起きて7月6日熊本城ホールワンマンっていう今までの一番大舞台の日の朝起きてやったの一発目 TikTok 編集だった俺。普通に午前中もうその日めっちゃ8時間ぐらい寝て TikTok 編集して、ライブ終わっていろんな大人の方も来てくれとったけ挨拶ね、親族にも挨拶して、そっから終わった後したのは TikTok 統合でした。まあね、そんな TikTok が、俺の全てを変えてくれた20代でした、本当に。うん、何が起こるか分かんない人生、皆さん諦めずにやっていけば何かは報われますのでね。あのホテルなんです、ごめん、なんかわちゃわちゃできんだけど、もうすぐ誕生日です。はい、あらさーじゃないです、もうさーです、さーになります。皆さん4 8 7 6 5 4 3 2 1、わっ、おめでとう、おめでとう。30が言うことじゃないやろ、一発目わっって言っちゃった俺。ありがとう、ありがとうございます。皆さん、7月8日僕の生まれた日です。今日は、今日誕生日の皆さんもおめでとうございます。ありがとうね。30ですって、すごい、何これ、銀河がある。よくありがとうな、産んでくれて。見てるかな。ありがとうな、人生楽しいわ俺。ありがとう、
ジでね、ジェップツアーすんだぜ。ジェップツアーやべえな。ありがとう、いっぱいね、みんなありがとうございます。なんか本当にゆうこさんありがとう母の名前晒し上げてきました、すいませんうわ、なんだこれ、すごかっこいいバラ、ありがとう、みんなありがとうね、送ってくれて。俺いつもこんなリアクションしませんけども、あの FC 配信はまた俺が戻ってきた一発目にやろうかなと思ってます。はいね、1900人今見てんの、ありがとう。1800人今、そうか。なんで FC も FC の日は俺多分次、俺こっからマジであの今日終わっちゃったら SNS 多分、まあ、TikTok はもう2本撮ってるんですけどねえやっちゃってる俺。ちゃんと熊本城ホールの昨日リハの合間で1個あの明日撮る動画と、あの黒髪になってからの俺熊本に来る前乗りする前 の時間、黒染めしてから一発目も TikTok の熊本の彼氏撮ってます撮っちゃってますんで、ちゃんとお休みの間もあの俺明日からマジで SNS 基本ちょっと岡さん駆使しようと思って、はい、冬眠します、冬眠を休めと言われましたが、3日に1遍ぐらいは TikTok 俺投稿しないと不安になっちゃうんで投稿します、普通に俺のそのなんか1週間前とか TikTok がなるの俺マジ普通にムズムズするけん、撮っちゃった撮っちゃった、あいよなんで、はい、まあ1週間後15日にね、当選した方限定になっちゃうんですけど、 LINE ミュージックのイベントがあって、そこの日の夜かなんかにまた TikTok 配信と FC 配信、 FC 配信だけにしようか、その日は久々帰ってくるけん FC 配信だけにして、うん、そこでまあなんかカラオケ配信とかやるよ、よくない？そうで、あれ事務所よ、残念だったな、パソコンを取り上げようとて、僕は携帯があれば TikTok 上げちゃうもんねまあでもちゃんとねゆっくりあの時間あの休めと作ってもらったんでゆっくりします、うん。なので曲も作らず作業もせず、ここは一旦休みますけども、まあ、いろんな動画ありますので皆さんね、あのこれを機にちょっと掘り起こしてみてもいいでしょうし、タケの動画ゆっくりな、そんな方がいいです、ゆっくりしますね、ゆっくりします。30分ぐらいまでしようか、お話しようや、1時間今日はね。あれと何なんかみんないっぱい送ってくれて、すでに掘り起こしてる、どうしようか、足りん、足りんか。あ、誰だと、何これ、すごい会社どこのあ、でもあの安心してください、あの YouTube であと1個微熱のスターティングオーバーの日のツアーのやつまたあげますので楽しみにしててください、いろいろ。ハリーポッター掘り起こしました、ハリーポッター、ハリーポッターって何、俺あなたのおかげで最後の一日ありがとう。今日どんな夢見るやろうね、最近夢見とらん。今日のサウナ、てかアガンナッセのサウナマジで整った、やばかった、あそこみんな行ってみて、アガンナッセ、俺の実家からマジ徒歩1分2分ぐらいのところにある、いいとこよ。うん、だけど今すごい肌ツヤツヤの、今すべすべ
なんかマジ俺が思ってた30歳ってもっと大人だった。ダゴガキ、ダゴガキやんねえ。普通に下ネタおもろし白いしね。なんかここで言ったらちょっとあれダメかもしれないけど、普通になんか遊園けどさ、そんなん爆笑できるし、遊園地好きやし、花火やると、ね、なんかカブトムシとか普通にテンション上がるし、よったらねえ、なんやろね、普通にゲーム楽しいし、なんおかしいね。七夕は願い事してない、願わんで叶える願わんで動いて叶える俺。ありがとうねみんなね。イエイ。でもなんかね、でその後にもうその幼馴染もね、今回いろいろやってくれたけん、ポスト置いてくれたりとかで、あのね、あのいわゆる運営スタッフ陣で今回のライブをこういろいろ動いてくれた照明さんだったりとか、企画の方で現舞台監督の方とかね、でうちのもちろんメイク、レーベル、バンドメンバーで、その楽器周りの関係者でマネージャー、衣装チーム、いろんな人たちでこう昨日終わった後打ち上げしたっすね。お店の大きいとこね借りて、でなんかありがとうでこう乾杯の温度俺が取って、もちろん光もよ、そうで、それでだけ30人超えよ。でその前は俺飯、あのワンマン終わってね、あの一発目真っ先行ったのも親戚がお店、そこも貸し切った、そこも昨日ね40人ぐらい来とったっすね。40人30人か30人ぐらい親戚来とって、みんなで飯食っとらして、うん、まあ、ちょっとある程度俺がごちそうもしてね、そう来てくれたけで、そこ行ってまあちょっと挨拶とかしてね、写真撮ってあげたりとか、久々会った親戚とかしてみたいなこうしよったら、なんかああなんかこれ俺が今なんかやっとんやみたいななんか俺自分、これいい意味でね、いい意味でなんか自分が誰かわからんくてなんかこれ俺がやるよと今みたいな。でもそれね、ライブしようときもなった、なんかこれって俺が今日見に来とうとよねみんなみたいな。俺だけすげえ冷静になる時間あったっすね。忘れませんあれ。あのね、また瀬取りとか乗っけるねみんな、ちょっと余韻味わえたやろ、そのとかね、どんな曲やったかとか気になるやろ、ちょっと明日ぐらいまた乗っけるけど、サマータッチや、サマータッチやりくやん。だけど俺は1曲目2曲目でさ、もうなんかこう正味こう今までにない緊張感というか、なんかこう緊張興奮でも多分もうやばかった、もう戦闘態勢やったんずっと。でこう出てね、感動して最初もうやばいみたいな、1曲目のもう俺もうおー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 ってこうみんなが言いよって、でキャーでもう納豆だけもうやばいみたいな、泣く、いかん、泣きそう、やばい、どうしよう、でも1曲目泣いたら絶対2時間半も喉持たんと思ったけん、我慢我慢、たっくん涙キュッ、涙腺コルクでキュッやったんやけど、そう涙腺コルク、これ知ってる、このネタジャルジャルさんなんだけど、そう涙腺コルクでキュッってしてたんやけど、そうでこう3曲目になってさ、こうサマータッチで俺右左動き始めたやん。でこうガーンってこう景色見て、俺フー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 とかみんなにやれるけど、これ待って、なんでこんなみんなでみんな俺の曲でフーフー言うとと思って、だからみんな俺も行けるとみたいなそうマジなったね。ちゃんとラベル取ろう、ちゃんと
マジですごかったね。また熊本城ホール行こうね。そしてね、おいで、その時はまた。初めて来た人もめっちゃ多かったね。嬉しかったよ俺は。で、何より俺がね、大きくなっていく姿ってやっぱさ、応援しとったら寂しいやん。まあ、それはさ、まあいろんな、そうね。俺は次絶対にホールツアーで行かれるなら、絶対にファイナルはまた熊本に持ってくんだ、って思ってます。まあいずれそれをね、実現化しようや。こんな時言うたな、みたいな。ボルターズさんの入会もね、いっぱいいるって聞きましたよ。3桁の方が入会してくれたと聞きました、僕は。嬉しいぞ。そうだけどなんかね。そうで、ほら、ね、ずっと応援しよったらさ、ね、それが、ね、もうタイミングがタイミングによれば、もっともっとこう、そのさ、俺のね、こう、どのタイミングでも絶対思うわけやん。寂しいって。タケヤくんが大きくなってくると寂しいって、嬉しいけど寂しいって。ね、特にまたね、こうその規模が規模であればあるほどさ、思う気持ちも思うわけやんね。だしこう何十人のね規模でもやりよったわけだっけ、俺ももともとそうよ。だけどね、でもそれでもね、初めましての方は本当に来てくれて嬉しいけど、もちろんめちゃくちゃ嬉しかったけんね、ありがとうだし、そんなね、こうすごい複雑な気持ちを抱えながらでもマジでありがとうな、マジで応援してくれて、いつもこれからもよろしくな。初めてだったタンからな。そう、大きくなっていけばね、こうやってね、みんながいろんなとこ来て、いろんなとこ来てって言うやろ、それも叶っていくのよ、またもっともっと。で、俺絶対やるけんね、いずれ。なんか、47都道府県、200人キャパぐらいのとこで。やりたい。絶対やる。全部、パツパツ乾杯させようぜ。乾杯じゃない、乾杯。やりたい、俺は。俺そのタイトルスターティングオーバーにしようかな、またボリューム2とスターティングオーバー2とか良くない？めっちゃ良くない？今考えちゃった、めちゃくちゃええやん。こんちゃん、ありがとうってなったら、東京どこやろな。東京でもいっぱいやってきてるやん、ライブハウス。どこやるな。ありがとう。意外とそういう規模で。いやー、そうだな。やっぱでも俺も一個かな、賞味。俺がソロと出会ったといえば。うん、いや、俺絶対に、もう、47やるってなったら、200人ぐらいでしか考えてない。全部キャバ。全キャバ。そう。そういうライブをしたい。全47回るんやったら。ね。そう。そっか、でもそれは嬉しい。俺は2月16パパと行く予定だよ。マジ嬉しい。そう、またTikTok とかインスタとかにもまた40あれ、ゼップ回る場所、ちょっとまず今言うね。今教えてあげるね、ゼップどこ行くか。たっくんがちょっと待って、今動画でしか出てないけん最後まで見らんとわからんもんね。ああ、これどげんって見たらいいと、俺家の感覚でこれ Wi-Fi 繋がっとると思ってた。でこう
この部屋 Wi-Fi ないと？ある？ Wi-Fi をください。あ、ちょっと誰か言って。ごめん。あ、はい。まず初日1月13日福岡ゼップ福岡ふぅー1月13日ゼップ福岡ドゥンドゥン1月19日ゼップ名古屋ドゥン2月1日ゼップ札幌ドゥン2月16日ゼップ横浜5個か、今回もあるの5個？ 5 個だ、5個でやっとる。ドゥン3月8日杉本拓也ん？あれ？とか、なんか間違えた。うん、ここだ。3月8日でもゼップ、これゼップ、あれなんていう名前、大阪の、あ、大阪ゼップベイサイド。ドゥン。大阪ゼップベイサイドってあの USJ のとこ？USJ 行っちゃうね。 USJ 行っちゃう。昔台盤で出ました僕、あそこ。昔ね、一人だと頑張んなきゃやばいね。だけ ZEP は福岡、名古屋、札幌、横浜、大阪でファイナルですので、お待ちしてます。いやでも俺が情報の発表したのっていつやったっけ。情報ル、12月26日でしょ。だけん、まあ約半年、約半年です。あの日ね、すごくねえか、みんな半年で3倍来てくれたんだぜ。お客さんが半年で3倍です。本当にね。そう、ゼップはもう関東として、横浜となっております。そうなんです。俺東京あると思ってたんやけどな、一個。ついに東京でのライブはないというね。でもまあ横浜、まあ、僕もねライブでよく行きますが、本当にこう近い距離なのでお越しください皆さん。まあ、もちろんあのその前にも冬にワンマンやりますので、ちゃんと大きな規模でやりますので、大きな規模ですよ皆さんね。いやもう俺は3月8日に置いたのはもうそこ2周年っていうので、うん、2周年だから祝うっていうのも大事だけど、ワンマンとして、うん、俺はファイナル置きたかった、やっぱその日を。冬またあのワンマンの詳細はもうちょっと待っててください。後日お知らせしますので。簡単に言うと2都市あります。2都市、ツアーではないけど2都市でやります。
ニトシ。そっか、冬の札幌行くんか。あ、誰と、あ、出てたっけ、もう場所。ごめん、分かってない俺。出てた、当伴。東京と大阪でワンマンをします。TOKIO 大阪だけん、今回熊本で初めましての方もたくさん多かったと思います。本当にで、熊本県民の方も僕をまたね、さらに知って来てくださった方もいらっしゃると思いますし、また熊本はもちろん帰ってきますので、それもぜひ待っててほしいし、ね、学生さんとかもたくさんいらっしゃると思いますけれども、まあ、そうじゃない方もね、たくさんライブ来てくれたと思いますが、こうやって、熊本の彼氏として活動してるにもかかわらずね、全国各地から熊本という地に、熊本をね、こう一緒に盛り上げるべく、僕のファンのみんなが来てくれました今回も。なので皆さんも、熊本のファンの皆さんもぜひ必ずまた熊本帰ってきますので、熊本以外のライブもお越しください。待ってます。旅行がてらでも全然いいのでそうだけどね、ジップもね、いろんなとこまた回れるの嬉しいね。絶壁で待ってる。まだ熊本あるよ。うさぎちゃんありがとう。どっかで映画の撮影が入ってきますね、ダケア君ね。そうなのよ。でもまだまだね、いろんなお知らせをしていきますので、皆さん、まあそんな先のね、先と言っても多分いずれ速攻来ちゃうんだろうで、すぐ来ちゃうとは思うんですが、 ね早いけんね、すぐね。ちょっと前やん、なんかちょっと前やったやん、なんだっけ、あれ、神田スクエアとか、12月26のね、早いね。うん、黒髪も俺全部決めてた。黒髪黒髪にして、だけん俺がこんなに長くハイトにしてたのも理由あって、黒髪でワンマン出たいなと思って、黒髪にすんな、どうしようと思って、いやもうもちろん金髪好きな方も多いとは思うんやけど、俺のハイトン、まあ黒髪好きな人もどちらかというとやっぱ多いっていう印象はすごくあったけん、ってなったらもう最大限にじらしちゃおうと思って、そうハイトンめっちゃ長くした俺ハイトン、自分のハイトン好きだけどね。そうだけど、まあ2月ぐらいからずっと、ハイトンでやっと黒にしたです。そうなの、ラブ。なんかね、俺言ったっけ、さっきなんか打ち上げの話から思ったの、なんかルフィみたいだった俺ルフィみたいと思って、なんかすごいクルーが増えるって思って、ルフィ眠たくはない、落ち着いちゃってる。そうで、なんかね、大船団になったなと思って、なんか今
光と朝ね、あの普通に俺あのコンビニであのクリスピーチキン買って普通にこうバーって倒してって喫煙所のとこで、なんかあのアラバスタ、これ、ね、ワンピース、あのワンピース見た人が分かると思うんだけど、アラバスタ終わった後の宴の後ルフィたち寝てるんやけど、だから今場面で言うとまずそこなんよ。だからね、アラバスタだよな。なんかね、スカイピアでもないし、ワノ国でもないし、なんか、マジアラバスタなんよな。アラバスタの後。って感じした。めっちゃ朝、今日。っていう話です。幸せパンチは見れてないんだけどね。だから、なんも。そうやね、そう考えると。それで考えるとアラバスタではないか、じゃあ。やめてもらって。ありがとう。ありがとうね、みんなの撮影もいっぱいね、乗っけてくれてるやろうもんね。俺日焼けした、やっぱ今日あのドライブショットゲンかな、ずっとかもしれん。タンプレ送った、え、待ってる、ありがとう。ちょっと開封までだいぶ時間かかるかもしれんね。その俺のお休みの間がさ、いわゆるみんなから届く期間だけんさ、そう、本当にでね、あの今月は皆さんと、あの会えるのがもう次がね、限定イベントはもうあのあれだもんね、会いに来れるのは限られるけん、みんながこう会いに来れるのはね、次が7月の31日なんですよ。約1ヶ月空くわけよ。1ヶ月。なので皆さん、あの、池袋でやりますので、池袋で、ぜひお待ちしております。観覧無料です、そこは。なので久々のライブ。これで関東7月一発目かなね、関東は待ってますね、皆さんね、久々の、またなんかこれをきっかけに知ってくれた人が増えて、関東でのライブもまた盛り上がるといいね。ライブです、もちろん。バキバキ歌うよ、バキ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 歌います。で、あの、うん、ぜひお越しください。で、次の日が関西コレクション、関西コレクション出ますよ。2024関西コレクション出ます。池袋の日普通に特典会できますので、サイン会かな、うん、ありますよ。そう、オープニングアクトで関西コレクションは出ます。熊本弁でいかにはいかんばいって当たり前ったい、当たり前よ。そう、俺もともとね熊本弁めっちゃ強いっつって、ただなんか今帰ってきとるたい俺ね、これもまじまバキバキ普通に話すと、俺も帰ってきとるたいで、 MC でも多分みんな思ったと、なんかまずそもそも親戚に会うけん、めちゃめちゃ熊本弁出るど。で、そっから、地元の友達とかもあったけん、もう、オーネイティブだけん、今。やべえ、もうそう、なんかね、アクセントと、
この鉛がマジ変わるっつって。なんかわかる？ね。そう伝え。そうだけどね、光が俺の地元の同級生と話しようの聞いて、マジの熊本弁やんって言った。なんとかしちゃーとか言うけんたい。そう。そう、多分だけ、マジ、バキバキ話しよったら、多分全然通じなくなるけん。ひかりくんは、俺の、ひかり2個下でしょ？俺の。2個下。光がめっちゃおもろかったのが、なんか俺の楽屋になんか招待、なんか楽屋に招待するけんつって、お母さんば一回つって、で俺お母にリハ見せたつたい、今日リハーサル見たいって言ったけん、でそんな機会もにわどうと思ったけん、リハーサル見るっつったら見たいって言って、いいわおってじゃそこつっての時に、その光に向かいってもらったんやけど、なんか最初なんかでなんか一回入ったけどおらんくなって、一回なんか表出て戻ってくるみたいな感じだった時に、光がなんか、え、お母さん凝らしたって言っていやいやいや、お母さん、あ、違う、お母さん凝らす、もう凝らすみたいな、あいつもすごい、もうよう使い切ったと思って、もう俺も拍手したもんって、よう出たねって、凝らすがって、コラスは出らんばいって、普通だったらね、なんとかばいとか、ダゴタカが映るのだったらわかるばいって、俺もなんとかうじゃーとかにゃーとか、お前コラスが映ってたらお前熊本、もう熊本もんたいっつってマジでおしゃれ、もう何でも通じるけんね、大体。いや、ずっと俺の友達が車を乗っとって、コメリテないっつって全国に、でそう、なんかジョイフル選んだのも意外とやっぱほらね、もっとこう熊本だけにしかないみたいなとこ行きがちだけん、いやもう熊本にしかないけど意外と行く機会に合うと思ったけん、そうあのジョイフル連れてったんやけど、だけどその時とかもなんかコメリがその遊行く途中めっちゃあるっつって、だけどずっと俺のその友達がもう光とも仲いいって言ったよ、俺の友達だけど、それでずっと光コメリって言った、ずっと、もう分かったけんと思って、そんな、なんか知らんけどそういうノリやって、今日光コメリ分かるみたいな、あと何だっけ、何かもなかったと、何だっけ、そう、あ、光生夢タウン見たことないぞっつって、まだ店でレトランって言ったよね、生夢タウン、名を読めたを見せれてないのと、あと、なんだっけな、あの、何が？何が？ない、なんだっけな、そう、夢たんと、ナフコもないぞ、ナフコ。ナフコもない、あ、広瀬もないね。そう、あと、なんだっけ、そう、あ、で、なんか話し合ったのが、熊本検定で言ったら、その、なんだっけ、何が何級ぐらいって言ったっけな、なんだっけな。熊本の人絶対知ってるもので、なんだっけ、どこだっけな。どこで言ったっけ、あ、勾配？あと、お菓子の勾配って言ってもさ、まだほら、パッて来とらんくて、そのお菓子の勾配って熊本検定で言ったら、準2級ぐらいですか？とか、あの、俺の、友達に聞きよったけん、光が、いやそれマジでもうあのサービス問題ばいっつって、で数学の第一問ぐらい簡単ばいっていう話しよって、だけ焼肉屋さんといえばって言ったら、あの鍋島って言ったけん、いやあの本当の熊本県民はもう多分サイロかあの孫三郎っていうけんって言った、そう、熊本、え、楽しかった、みんな熊本半の子、なんかみんながなんかね、俺のほら TikTok のそう、あの話もそうだし、
普通の話でたい、なんかごめんね、めっちゃなまっとる時よ俺熊本おるけんね、なんだ今。そうだけん、それでなんか俺の TikTok の情報と、そのやっぱね、今回の桜町もみんなあのたくさんね楽しんでくれたのめっちゃ嬉しかった俺で、ね、MC もそうだし、いろんなところでこうおすすめするので、熊本やっぱこうなんかただ俺がね出身でその場所に来ただけってよりは、多分いろんな楽しみ方できたんじゃないかなってめっちゃ思ったけど、どげんかな、できた？それだと嬉しいけどね。いやでもこんな時間や、足りんねやっぱ。まあ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 、とはいえ負けちゃうんで、改めまして、杉本拓也 The One Man 熊本城ホール、大成功しました。たくさんのお客さんが、もうお分かりの通り過去最多動員です。ありがとうございます。僕正直1000人なんて超えたことなかったです、ね、1000人以上の方が来てくれて、もうね1000人後半ですね、本当の方が来てくれて、最高の20代を終わらせることができました僕は。で、いろんなね発表もありました。詳しくは、SNS、 いろんな SNS、 インスタもそうですが、X とかもぜひご覧ください。いろんな発表のやつ僕、出してますのでご覧ください。そして、また20代も、30代もね、危ねえ、変わらず、僕は何も変わらずにね、俺は多分変わらんでやっていく方が、そう、なんか変わっていくことって大事なんやけど、俺は変わらずにやっていくことで変わっていく、環境に対して俺だけ変わらないでいるっていうのが一番みんなとの距離を近づける、なんかね、物理的には遠くなっていくかもしれんけど、そのなんかね、そういった部分で一緒におれるもんだと思うので、変わらずに30代もなんか調子乗らず頑張っていきますこのまんま泥臭く、なんか一生懸命みんなになんかね、なんかいろんな悩みもがき成功していく姿っていうのをなんか体現していく姿をみんなに30代もしっかりと見せていきつつ、それがステージのなんか俺の自信だったり余裕につながっていくものをしっかりと見せていきながら、熊本の彼氏ももちろんやっていきますし、安心してくださいですし、いろんな、大きな動きもね、ここからまたたくさんみんなに見せれるのが俺は本当幸せです。それが本当に、それでなんかみんなが生きてる中でこうなんかちょっと楽しいなとか、あたくや応援してて嬉しいな、嬉しいな、楽しいなとか、まあ辛いこともあるけど、でもやっぱ元気もらえてるなみたいな、そういったなんかね、一個のピースで俺が入れるようにちょっと頑張っていきますので、こっからまた来年はザ・ゼップツアーもあります。今年の冬にはワンマンもあります。主演映画も制作されます。撮影も、始まりますし、今後ね、ですし、直近で言うと今月は一本ね、みんなと会えるライブっていうのは池袋で、31日、もう今月ラストにあります。で8月は目白押し意外とありますので、またちょっと画像出すね、画像出すけど、7月の1日が、関西コレクションとなっております。いろんなライブありますので、ぜひ楽しみにしててください。皆さん初めて1週間休みます、僕今日から。正式に1週間か、14まで休むけん、14日までちょっと僕基本的に SNS も動かさないですし、まあちょっと実はあのとある発表がまた大きいのがあるんですが、その中でもまあそこはちょっと発表はしますけれども、基本的にあのまだけん賞味休みでありつつ休みではないいやいや、まあまあちゃんと休みます、ちゃんと休みますので、はい、とある多分みんな喜んでくれることがまた発表が実はね、すごいでしょ、動いてくってこんだけいっぱいもっともっと出るんですよ皆さんね、いっぱいいろんな発表あってびっくりだと思いますけれども、まあの中では比較的今回一番長期のお休みを僕いただきますが、明日も TikTok は上げますし、明日とか今日かね、日付が変わった夜誕生日だよってやりますので、
で、まあ熊本の会社の動画も撮ってますんで、また配信はじゃあ15日かな、ファンクラブ配信やって、まあ16日ぐらいにまた TikTok ライブやろうかなと思ってますんで、寂しくなったら、動画とか見たり楽曲聴いてください。いつでも会えますよそこではね。なので素敵な誕生日、そして素敵な20代を迎えさせてくれて、ファンの皆さん本当にありがとうございます。大好きですおやすみ、ダルニー、バイバイ。ごめんな、なんか今日ホテルだったけんすげえローテーションやったけど家で貼っちゃいたいと思います今度。ならね、バイバイ、おやすみ。